ナオミヤさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。俊足輪廻転生ドライバーさゆです。あ、マジで行きます。あ、本当に本当に行くぜー。ねえ、何も学んでないじゃん。この前に実はあれなんだよ、さっき4回ぐらい死んでるからね、同じ死に方で。 YTFF 以来のマリオメーカー2、はい、あの時もね、とある方にね、はい、ものすごく苦しめられたんですけれども、幕張メッセのあんな大舞台であんなに焦ると思わなかったんですけど、はい、今回なんとスペシャルゲストにお越しいただいております。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、コーダです。本日よろしくお願いします。お願いします。いや、出づらい出づらいさすがに苦しめられた。苦しめられた。いや、でも苦しめたのは僕じゃないんですよ、はい、あれ。そうね、実はね、裏話があるんですよね。はい、はい、Google さんに、はい、まあ、コースを作ってくださいと言われまして、うん、最初結構いい難易度のコース作ったんですよ。はいはいはい、クリアもうできそうなぐらいの。あ、もう全然、はい、もう余裕でゴール見せちゃうぞぐらいな感じのコースだったんですけど、はいはいはい、ちょっと簡単すぎますね難しくしてくださいって言われて。でも漫画担当者みたいな言い方、はい、すごいね、担当編集みたいな聞こえが入ったんですよ。そうです。そしたら難しくしすぎましたねって言われて逆に謝られて、もうどっちと思って、はい、結局難しい方のまま、なるほどっていう感じだったんですけど、実は、はい、あの後あのコースクリアしたんですよ。いや、そう、ちゃんと、あ、そう、言ってました、ね、言ってました、うん、そうそうそう、はいはい、あの、より深い絶望を知ったって感じ。まだあるだとっていうのを多分3回くらい繰り返して俺たちはね、俺たちまだじゃあ序盤だったやんって絶望感を体験したんですよ。中間取ってのすぐでしたもんね、はい、あれだもんね。はい、ということで今回は、はい、なんとコーダさんに夏目さんち専用コース作っていただきました。すごい作ってきたぜ。ありがとうございます。そんなことしていただけるなんて、いや、すごいリッチだよ。いや、もう作りたくて仕方なかったんですよ、あの後。もうそのゴールするやっぱり楽しさというか、はい、嬉しさを味わってもらいたいわけじゃないですか。ゴールしたいよね。ね、ゴールしたい、はい、だけどさっきからあのここの ね、あのスタート画面でね、あのこのこのこのね、大丈夫ですか。またまた、あの、ね、こうして、落ちちゃうて、こうして、こうして、そこでジャンプするからなのよ大丈夫ですかこれで。あ、これをコーダさんの前で5回ぐらい見せてるんで、コーダさん不安になってるから。いや、そうなの、今日ね、あの夕食この後誘っていただいたんですけど、ぜひぜひ一緒に行きたいんですけどね。マジであの一緒に行けるか心配ですよ、はい、まあ店の方が終わるんじゃないかなと思っていや、でも大丈夫です、はい、まあ行けるんじゃないかなという。コーダさん、私たちのことを見くびらないでくださいそうですよ、エンジョイ勢にも程がある。エンジョイ勢ですから。そうですよ、そんなうまくできるわけないじゃないですか自信満々なんだ、そこがおかしいだろ。僕たち実況始めた時めっちゃコーダさんの動画見てたんですよ、うん、マジっすか。夏目さんちっていう今のメインチャンネルが、はい、お絵描きの方のチャンネルがゲーム実況っていうタイトルで、はいはいはい、でその時にいろいろやろうってなって、でその中でマリオメーカー2出て、うん、アニメやるしかねえってなって、まあそうっすね。そうで、その辺とかでいろんなコースとかを見てる時にめっちゃコーダさんが言ってましたうわ、この人すげーってなって、すごい、ね、いやありがとうございます。伏線回収した5年越しので、すごい、あ、ありました。あ、はい、あこちらです。夏目さんち、うわ、はい、嬉しい。夏目さんちコラボ、2人で力を合わせてピンコインを集めろ。うわありがとうございます。ということで、はい、実はこれ、うん、2人専用で作ってきました。え、2人プレイできるんですかこれ。そうなんですよ。そっか、マリオ、しかも見て、見て見て、この文章、今回はコラボありがとうございます。果たして2人の仲の良さは誠か否か試すな終わった時に立ってるのがたった1人になってる可能性、ね、あるあるある。この後あのギクシャクしてあの夕食どころじゃないかもしれない。あ、そうならないといいんですけどね本当に今回2人で協力しないとマジでクリアできないようになってるんで、こんな結婚してから一回も協力なんてしたことないのに大丈夫かな俺たち協力もしないでもう7年も YouTube やってんだ、すげえなそれはそれすごいはい、頑張ってください。え、ドキドキする。嬉しい、2人でできる、ね、あ、ゲームキューブ。夏目さん遅いわーい、いいんすかこのペースで進めちゃって。なん、びっくりした。コーダさんの答えからここ解けかと思ってそんな鬼畜にしないですよ。逆信頼逆に信頼してる、ね、じゃあね兄さん先行くわ。そこ行くんだえ、なにこれ。えっ解除されたらここで1 2
待って、今悪魔がいたぞ。助けて助けて、避けてと。あ、よしよし、いいよ。このまま行こう。このまま、こ、起きて起きて、早く早く早く、こっち。バカバカバカ、二人とも来たらわかんないんじゃん。待って、さあストップ。あ、いやいやいや、そこでサイが叩けばいいんだよ。あ、そう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 、おい、よしよしよし。そろそろイライラしてきた。そろそろイライラしてきた。コーダさんの前で夫婦喧嘩が始まる。待って、これじゃないじゃん、兄さん。あ、上に、上にいなきゃ、もしかして。見て、デスルーが。そうなんですよ、さっき言ったんですけど、これ二人生きてないとクリアできないようになってるんで。これ見て、煽られてる、あのスターに。ナイスって言われてんだけど。ナイスじゃないのに、ナイスって言われてる。よし、オッケー。絶対死なないように行こう。ゆっくり行こう、ゆっくり。俺、柿本さんちの5なん。あ、4なんだった。あ、死んじゃった。そうそう。1個目だよ。確かに、5年かかる、このままだと。うん、大丈夫？あ、いいよ、大丈夫。ちょんちょんスタイル。あっ進まねえ。もういいって。もういいんだよ。俺とお前はもう命が一つなんだよ。頑張らせてくれよ。え、でもなんかさ、こうやってさ、クリボーとさ、なんだっけ、カキスケがさ、カキボーこうやってさ、混じらせていただいてるわけでしょ。カキさんにね、混じらせていただいてる身なのに殺してしまったんだけどさ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。やっぱ協調性が大事だよ、いいよいいよ。兄さん、待って、違う、わかるね。開けて開けて開けて、一旦開けて、協調性だから、マジで。そういうこと、オッケー。あ、ぶね、はい、ほら、オッケーオッケー、よし。あと、これでいいのか。え、違うよ。あ、こうです、こうで、こうで、こうだ、こうだ、ナイスー、やったー。もう一回行く？いや、行かないよ。なんか寂しくなってきた、かき棒が。嘘、かき棒が、うん、多分こっちもいるって。嘘、いるから。いいから入ろうよ、こっち。こんなにペース遅いやつ初めて見たって思われてるよ。協調性。お、どっち取り、早っ、会話しようぜ、もっと。ね、これどうやって飛ぶの？かわいい。あ、待って、これ、あ、溶かすのね。ちゃん、ちゃん、ちゃん、ちゃん。あ、はい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 。あ、君じゃん。君上からそれでヒップドロップで。え、すごい。いいね。開いた。生まれちゃうかと思った。いい、何かとは言わないけど、ケツから何かが生まれちゃうかと思った。あ、やっぱダメだ、ここ。頼むよ、ほら見て、こんなに楽しそうなんだよ、ルイ君。ほら、くるくる回りながら降りてくる。こっちからじゃいけない。分かった。そう。シャイが飛んだやつを俺が踏む。行くよ、行くよ。ちょっと邪魔、逆、逆、あ、うんち。あ、そういうこと、これ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 、今だ、これだ、これだ、今だ。違う違う違う、はい、これ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 で、え、学校で習って行って。ないない学校でマリオメーカーって授業があるんじゃない、やっぱり。ないマリオメーカー専攻してた大学とかで。マリオメーカー、はいはい、終わったー、イエーイ、嬉しい、フルピー、結構順調。マジっすか。なんかここ思ったよりかかるところだろうなって思ってたんで。やったね。ちょっと見せちゃったな、ね。夏目さんちのゲーム実況ってさ、あれゲーム実況者って言ってよくないもんね、多分。いやいや、ゲーム感想者ぐらいだから。ゲーム感想者。ゲーム楽しいですっていう、個人の感想ですみたいな。え、そうそう。皆さんはどう思うかは分からないけど、うん、夏目さんちはこんな感じで楽しんでいますっていうチャンネルだから、はい、ね、いつからなんかマリオメーカーをそういう風に中心でやるみたいなやってるんですか。いつから、いや、もうなんかマリオメーカーが発売されて、はいはいはい、ごめんなさいね、あのコーダさんの雑談を、まあ、急に潰すような俺たちのミスが。最初マリオメーカー発売されたすぐは全然やってなかったんですよ、実は。あ、そうなんですね、はい。で、まあでもコース作るの好きだし、うん、マリオメーカーやってみるかって言ってやって、はいはい、戻ってたな、戻ってたな、今。話進まない。コーダさんのエピソードがすごい。マリオも好きだし、はい、作るのも好きだし、で、すごいマッチしたゲームだったんで、まあ、自分にはめちゃくちゃ合ってるなっていうところで。行くぞ、行け、はい、お前が俺で、俺がお前で、早くバカ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 。あ、そういうことか、これ逆にするんだ、向きを。気づいたかい、兄さん、僕はもうここにいるよ。じゃあどっちが命左右する。うん、いいよ、さやに任せる、信頼してるから、妻のこと。ちょっと、お前ほんと。よしよし、あ、ゲンさん、これさ、なんだなんだ、無言で走り去らないでくれ。逃げるんだよ、責任から。この世界の断れに気づいちゃった、さやっぺ、ほんと。なになに。え、だからベビちゃんがさ、はいはい、奥でさ、さやの命を左右してよ。あ、いいよいいよ、さやっぺ、ここ行くからさ。はい、いいよ、行きます。
いいよ、おいで。で、ここで、こう。お、お。で、こう。つらら刺さる、ね、今のピピちゃんのせい、絶対今のピピちゃんのせい、今のピピちゃんのせい、今のせい、今のはゲイさん悪いですね。いやそうですよね、今のはゲイさん悪かったですね。ピピほら、はい、これ喧嘩よ。今コーダカード1枚でもらったよ。あ、ない、コーダカードって何溜まると何か起こるんですか。怖い、1枚、1枚、はい、出ました、はい、コーダカード出ましたよ。3枚溜まると何か起こるんですか。行きましょう、ほら、行くよ。はいはい、見てて、今世界の言葉に気づいてるのさやは、ほら、見て、行って、お前ほんとかす。それはさ、兄さんしっかりして。あの、違うでしょ、もうそれは。なんでそうやってさ、命を散らすの。気づいたんじゃないの、この世の断りに。断りに気づいてるんだけど、うん、見てて、はい、いくよ、うん、もう完全に気づいてるから。あ、うん、でも命、兄さんの命を多少ちょっと操作するぐらいで。俺を置いてくなって。コーダさんもだんだん暇になってきちゃうよ、こんなに。いや、今完全に視聴者の気分で言っちゃった。今ちょっと戻ってあげたんだよ。なんでだよ。いらんだろその気遣い。置いてくな俺を。行くよ兄さん。はい。僕にスーパーマリオのさ、ほんと。マジお前ボンマリオ。なんかさ、なんでさ、あそこで。お、行った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 の、まんぼぼ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 。おい、いいよ。え、いいよいいよいいよ。あいよ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 。待って。ゲイさんだからね、ゲイさん。今、さやさんここです。はい。あ、バカだよ。いらなかった。バカだ。最後登るだけにしといたのに。やっぱりコーダさんのこと信用できねえよ。なんでだよ。こっちはめちゃくちゃ親切だろ。いや、なんか、いや、コーダさんのことだからここ動かしとかないと罠あるんだなと思って動かしちゃった。なんかないないない。いや、めっちゃよかった今。いや、よかった。いけるいける、分かった分かった、行くよ、行けるよ、分かった分かった。兄さんやるかい。嘘、ここで。次ここで死んだらコーダするわ、うん、いいよ。はい、待てよ、もうほんと見てる、ほんと。でも今度こそよ。ほら見てて。いいよ。行くよ。ほら。いいよ。ほら。お、親切じゃん。気づいた。気づいた。コーダさんの優しさに気づいた。うん、気づいたわ。え、コーダさんってもしかして優しい。優しいよ。最初から優しいよ。え、あ、いったいったいった。嘘。そう。やだ、いけない。コーダさんって優しいよ。もしかして親切って気づいちゃった今。サジェスト出てきた。じゃあここ行く、ここ行こう。いよいよ、あ、いいペースなのか分からなくなってきた。お、お、バイバイ。来ましたね、ここ。ここ何ですか。何ですか、ここは。あの、簡単、これ全部下ろしちゃいます、ね、あ、分かった、なるほど。俺が下に行くんだ、これ楽しく駆け抜けました。じゃんじゃん、なんだ、親切じゃん。え、帰ってきてくる。え、優しい。コーダさんって優しい。もしかして。これはただのマリオメーカーの優しさです、ね。あ、マリオメーカーが優しかっただけ。じゃあ、コーダさんじゃない。コーダさんでは。なんだよ。じゃあ、いくよ。いくよ。はい。まあ、こんぐらい。これ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 。バカバカ。ほら、帰ってきたよ、兄さん。オッケーオッケー。任せて。一発でいこう、もう。いくよ、ほら。もう、かっこいいとこ見せるって。いこう、いけいけいけ。はい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 。いいよいいよ。いけいけいけ。いけるいけるいける。簡単簡単。もう簡単ですよ、こんなの。早い。え、結構簡単。早くない早くない。お、お、あ、いいよいいよ。早いよ。え、うま、うま、おー、うまー、いやー、素晴らしい。上手。素晴らしくないですか、これ。いや、これはいい。ナイスです。やった。これ、キャラコン完璧でしたよね、今。素晴らしい。真面目にキャラコンなんてあるんか。これ、夫婦見せたんじゃない、今。まだ。まだか。まだどれぐらい。もう後半だけどな。ねえ、なになになに、びっくりしちゃった。え、危険。もしかしてこれあれ、ん、え、やば、あ、なんかやば、あ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 、先先先先、よし、あ、ねえ、そば縦にしたわ。ホッケーゾーンですね、ホッケーゾーン。ホッケー、ホッケーゾーン。俺たちはずっとホッケー、うん、ホッケーゾーン。あ、なるほどね、こういうことだ。え、あ、ちょちょちょ、先行け先行け先行け。残像すごい、コーラめっちゃ早いぞ、あのコーラ。ホッケーするんだ。え、謎解けた。え、何、謎解けた、謎解けた。こうやって、あー、返すってことでしょ、打点高く。そういうこと、そういうこと。責任取るね。どうせ俺も死ぬんだ。いや、そういうことね。そういうことです、そういうことです。仕組み分かってない。嘘でしょ、いつも分かってないの。これをいい感じに、あ、そう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 、こう、そういうこと。やだー、死にたくない。え、6つ今、
本当にこれだ、いけ、おうまい、え、うまい、いいよ、今、おーいけるよし。これさっき何が起こるの、でも何をしてんの、あいつあの炎を倒すんじゃない、わかんないけど、なんでそんなことしなきゃいけない、違うな、あ、待って、あ、待って、そういうこと、死んじゃう、え、すごい、すごい、やったー、ナイス、嬉しい、え、いけた、いけた、え、天才じゃない、え、火の玉くんがさ、こうやって降りてくるまでをさ、ああやって生き延びろってことでしょ、そう、耐久、耐久、え、すごい、見て、ほら、マリオたちもこっち見てよ、さすがにやばくね、ただただホッケーを楽しんでるだけでよかったんだ俺たちは、すごい、でもこういうコースを他に作ってる方がいて、そういうのを参考にしながらの組み合わせですね、こういうのね、もうね、でもすごい、それってすごい、はい、手のひらの上のダンゴムシだよ、ね、もう疲れてコロンコロンよ、そうだよ、もう 手足が出たところでなんだっていう、うん、何がっていうので焼けちゃうよ、あ、そういうこと、そういうこと、焼けちゃうわ、焼けるいいじゃん、あー、待って、俺が燃えちゃうわ、焼けちゃうわ、待って待って待って、もう本当に燃える、で焼けちゃう、ゲンさん、焼けちゃう、いいよ、あったかーい、大丈夫大丈夫、いい感じ、あったかいんだもん、もうやられてるんだよな、溶けたらこういっちゃうよ、あっちいや、わかんねえんだって、ね、今の子食う知らんから、ありがとうございますいや、今日はいい日ですね、楽しいいや、この CM マジでみんな知らないんですよ、びっくりした、知らないの、前配信でさやがこの歌確か歌った時に知らない子が多かったんですよ ね、ナチュラルに死なないで脱散しながらあんの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 ん、待って待って、イケメンが出てる雑誌は、待って待って、のんのメンズノンでした、メンズメンズノンノ、あでもいけるんじゃない、俺の旦那妻はメンズメンズノンノでよかったもん、心配になってきたよし、あ、でもいけたんじゃないか、あっち、あ、いけちゃ、俺の命無駄にするな、え、これ取った、取りましたね、あれ、あ、これサヤなしでもなんだクリアしちゃったこれで矢印のが全部いきました、え、おめでとうございます、おめでとうございます、いや、今日もコラボありがとうございました。ね、した楽しかったです。いいコースでしたもん、ね。いいコースでした。天才だったね。ゴールしていただいてもいいですか。え、待って待って、でも1枚足りないんだよこれ。でも人生のゴールって人によってどこにさ、うん、設定するかってやっぱ、まあね、マリオメーカーでそういうこと言うことじゃないんだよ。あ、それ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 でいけばいいんだよ、やっぱり、ね、人生のね、うん、あのゲンさんとサヤさんの人生の架け橋、サヤさん、え、なんで意味あの、いやこれまずいです、え、これピンコイン全部なくなります、え、どういうこと、コウダさん違う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 、あんなところでやられると思ってないから聞いた今、あんなところでやられた最初にここ来ちゃった時に、うん、知らないようにそう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 リセットできるの置いといたけど、まさかこんなとこに乗るバカがこのタイミングにとは嘘だちょっと本当動かない、そっち行かないで、本当危ないから、一旦待って、もしかしてワンチャン死ぬかもみたいなちょっとワクワク感あったかもしれない、ワクワク感ある方だったかもしれない待ってない、本当に予想外だったんだってよし、じゃあ最後1枚取って行くぞー、やったー、いける、え、なに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 なやだやだやだ、先に行く、じゃあな弟、うわぁ、やったやったやったおめでとうございま す、 ありがとうございます、お疲れ様でした、いや、めちゃくちゃ楽しかったな、めっちゃ楽しかった、でもこれはやっぱり仲の良さは誠だったということなんじゃないですか、ありがとうございます、何回もっと盾にしたりとかしましたけど、ね、ありがとうございます、喧嘩はしたけど、ね、無事クリアしてよかった、こちらのコースね、この後、はい、コーダさん投稿していただける、そうですね、コース ID なんかも後で、はい、お伝えしますので、ありがとうございます、はい、じゃあ概要欄の方にね、そちら記載しておきますので、はい、皆さんもぜひね、この仲の良さの誠か否かを判定していただきますぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、でそしてコーダさんのチャンネルの方では実はね、このコースを作ってらっしゃる、はい、そうですね、まあ作ってるところ、まあ、紹介してるところ、はい、ちょっとまた動画にしてますので、はい、ぜひぜひそちらもご覧いただければと思います、はい、ありがとうございます、
じゃあ本日は本当にありがとうございました。はい、こちらこそもう楽しみました。ありがとうございました。最高のコースでした。ありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに行きます。ぜひ遊んでください。よろしくお願いします。